そこまで悟っていたのですね、あなたは。確かに、私は治療法を探していました。そして実際、ちゃんと前進しています。希望はあるんですよ。諦めないでください。魔界の薬学院での研究はもちろん、人間の医療分野についても日々調査を続けています。当然、薬の開発も怠ってはいません。何？試すなら私の体を使えばいいだけの話です。治験を続けて、あなたに投与する薬の候補も徐々に絞り込まれていますし。どうしたのです？まだ話は終わっていません。いいえ、よくありません。私は、あなたのためにできる限りのことをすると心に決めました。まだ道半ばですよ。私は、最後まで諦めるつもりはありません。あなたの方が諦めてどうするんです？できることはあります。絶対！何がわかると？医学の専門家でもないあなたに何が？決めつけは、やめてください。